駄田谷駅は東京都渋谷区駄田谷一丁目にある東日本旅客鉄道中央本線の駅である。駅番号は JB12。渋谷区内の鉄道駅では最も東に位置する。当駅には観光線を走る中央、総武線各駅停車のみが停車する。また、特定特殊内制度における東京都区内及び東京山手線内に属する。現行案内では 駅名の、けは大文字。はじめは1904年に、神武鉄道の旅客駅として開業したが、当時の乗降客は1日に250人、程度であった。その後、1945年には、アメリカ軍による空襲を受けて駅舎が被災するなどしたが、駅に隣接して駅前にかぶさる、首都高速道路4号新宿線高架道路の完成や、駅舎の改築を経て、 現在の姿となっている。現在の当駅品の町駅間の線路南側にあった青山連平場と線路北側の市長代隊のための軍用駅として新宿駅青山軍用停車場を付設した。これとほぼ同時に後部鉄道市街線の工事も行い1894年に路線が開業した。当駅の開業はその10年後である。 この軍用停車場跡は、営業交代号及び、明治天皇の体操の礼の際に2度にわたり、青山狩り停車場として、礼級列車を、京都の桃山駅へ、放送運行する際に使用されている。大正天皇の体操の礼の際に、当時福々線化のために新設工事中だった、列車線の新宿御苑に面する箇所に、専用のホームを設置して、新宿御苑狩り停車場を建設。 永久列車を東浅川仮り停車場へ放送運行する際に使用されている。翌月に代々木駅品の町駅間が複々線化されている。また、新宿御苑仮り停車場の建物は移設され、現在の高尾駅舎となった、短式ホーム2面2線を有する地上駅である。当駅は駅のすぐ北側にある新宿御苑への配慮のため、 周辺の駅のような発車メロディは導入されておらず、代わりに発車ベルが鳴る。かつては緑の窓口が営業していたが、2007年に営業終了し、代わりに指定席券売機が設置されている。2019年2月1日より、始発から午前6時30分までの早朝時間帯は遠隔対応のため改札係員は不在となり、一部の自動券売機のみが稼働する。 1964年東京オリンピック開催時に旧一番線の反対側に臨時ホームが設置され五輪観戦客の混雑緩和を図っていたが開催後は稀に使用される程度で事実上閉鎖された状態が続いていたその後2020年東京オリンピック開催に向け臨時ホームを再整備の上採用専用ホームとして使用することになりエスカレーターやエレベーター ホームドアの設置と改札口の移設が行われた。また、ホームドアを設けるため、従来は5メートルだったホームの横幅を最大9メートルに広げる工事も同時に行われた。2020年度の1日平均乗車人員は1万141人で、ある。中央、総武線においては、最も少ない。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。 東京単位区間出展報道発表資料新聞記事ありがとうございます。